はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時半になろうとしていますね、今日はちょっと暑くなりそうな11時半でございますけども、千代田区25度、この部屋も24度ぐらいですね。行きましょう、ロイターにこれは昨日出ました記事、昨日盛んにこのニュースが流れてましてですね、パラパラ読んでみたんですけども、やっぱしね、欠けているのはですね、具体的な内容なんですね。ニュースとは何かと言いますと、国が、中国の国家が乗り出してですね、売れ残り住宅を買って安く売るという話なんですけど、ロイターのタイトルはですね、住宅購入に乗り出した中国国家体、費用1兆ドルとの試算もというタイトルですね。昨日の朝9時11分に出ていました記事です。ちょっと読みましょう。中国の国家体が家探しに乗り出している。国有企業や地方政府が中央政府の要請を受け、売れ残りのマンションを買い取ると見られており、不動産価格の急落に歯止めがかかる可能性がある。ほんまかなという話なんですけどね。この大胆な取り組みに口火を切ったのはアリババやきっちり記者の本社がある浙江省杭州市、杭の杭は杭というですね、杭を打つの杭です。杭州市だ。同市は臨安区にあるマンション最大10万平方フィートを市場価格で買い取り、手頃な価格で賃貸する計画を発表した。フィートってようわからん。1フィートって3センチぐらいでしたっけ？ということはですね、10万はですね、10万は30で割らなあかんわけですね。だから 0.3、じゃあ3000平方とするとですね、3300とするとですね、平米にして割るですね、70にするとですね、だって3300でしょ、割る70、たったの47個やはいまあええけど、1フィート3センチほんま、1フィート3メートルちゃうよね、ようわからん、後で調べよう。あんまり大差がないということですね。他の地方政府も追随すると見られる。共産党中央政治局は4月住宅在庫を削減する全国的な取り組みを要請。ブルームバーグによるとですね、国務院も地方政府と国有企業が国有銀行の融資を受けて経営難デベロッパーから売れ残り住宅を購入する案を検討している。まあね、ちょっと待って、フィートが気になるし調べよう。フィートって何、フィート、これ今はね、すぐ調べられんねん、ほんまに。フィート、1フィートはですね、1フィートを、30センチですね。ということは10倍になるんで470個、多少ないやんなほんまに他の地方政府も追随すると見られる。共産党中央政治局は4月住宅在庫を削減する全国的な取り組みを要請。ブルームバーグによると国務院もですね、地方政府と国有企業が国有銀行の融資を受けて経営難デベロッパーから売れ残り住宅を購入する案を検討していると。まあこの辺でやめておきましょう。まあつまりですね、声はかかったわけですよ。ところがですね、これを読んでる限りですね、このためにですね、特別のですね、予算をこう計上したというふうには書いてませんよね。最後でもないのか。公式データによると、国内公式データですよ、の売れ残り住宅の床面積は昨年末時点で最大36億平方フィートこれね、フィートで言われるとよく分かるんですけど、私が読んだ記事だとですね、2000万個と言われてます全ての売れ残り住宅を買い取るには7兆元、これは約1兆ドルと。1兆ドルはすぐ分かりますね、155兆円ということですね。日本の国家予算のですね、まあ、2.5 年分ぐらいですね、だと推計していると。
そのだから一体ね、この地方政府や国有企業がですね、売れ残りの住宅を買って安く売るっていうのはですね、それはなかなか言いやんですけども、その金は一体誰が出すんやっていう話ですね。いつも申し上げることですけど、中国のバブル崩壊してるんですけど、今すでにえらいことになってるんですけど、これを解決できるのはひとえに金なんですよ。金の問題なんですよ。金さえあればなんとかなるんですよ。でその金がないから困ってるわけなんですね。でこういう方法もね、確かにね、アイデアとしては悪くないですよ。でも金はどっから出てくるねと、昨日も言いましたけど、地方政府で金ないとこばっかりなんですよ。だって職員の給料も払えないんですよ。まともにまともに職員の給料も払えないのに、売れ残りのマンションを買って安く売る賃貸に出す、まあ、賃貸に出すやと分かりますけど、でじゃあ銀行が融資せえと言うてるわけでしょ。これだから銀行は貸す、それ地方政府ってデフォルト同然のところはほとんどなんですよ。そんなところにまた貸すって盗っ人に追い出にやんということですね。だからですね、昨日からこの手のニュースずっと読んでるんですけど、金の出所についてはですね、ほとんど書いていないんですね。今中国はですね、長期国債を発行するというふうなですね、ニュースが1週間ぐらい前にありました。それは長期国債は合わせて1兆元です。1兆元、日本円にしたら20兆円ぐらいです。まあその1兆元にしたところでね、そのなんて言いますか、このですね、全ての売れ残り住宅を買い取るには7兆元必要なわけですね。7分の1やん。しかもその1兆元はそれだけのために使うわけちゃうでしょ。その違うことに使うんでしょ、その1兆元は。だからですね、これは金の出どころのない話だってですね、共産党お得意のですね、命令と、こうせやせとかって命令を出すっていう、それだけの話しちゃうかなと、私は疑ってますけどね。金の出どころがね、書いてあったらね、それはええやんと思うんですけど、書いてないでも。何をするにしたって金が必要なわけですよ。特に不動産バブルが弾けていてですね、今それをなんとかですね、こうなんとかしようとしてるんですけど、いや結局は金なんですよね。日本がですね、不動産バブルが弾けた1990年代ですね、結局は金で解決したんですよ。ですね、政府が全部何かを背負ったわけではないんですよ。皆さんの周りにもですね、私より上の世代の方であればですね、見たと思うんですけども、高いマンションを買った人がですね、その激しい値下がりにあってですね、どうしたか、それはですね、みんな一生懸命返したんですよ。はっきり言うて、私の周りにも何人もいますよ。あれ何買うた時5000万もしたんと言って、10年ぐらい経ったらですね、売る時は2000万やったりするんですよ。そんな例いくらでもあるんですけど、その人たちは一生懸命そうやって5000万で買ったら5000万返したんですよ。だからですね、誰が金出したかっていうと、日本の場合は大半は国民なんです。大半は国民が金出して、で政府はですね、金融機関に金を貸したんですよ。それで解決をしました。でもですね、非常にこの緩やかな解決法であったんでですね、失われた20年とか30年とかずっと不景気が続いたんです。その高いマンションを買った人はですね、返し続けるわけであって、ローンを払い続けるわけであってですね、お金使えないでしょ。だから20年ぐらい耐えたんですよ、一生懸命。ほんで最後はなんとかかんとかですね、5000万を2000万で売って最後の生産をしてですね、ほんで今は大丈夫みたいな、そういう人が結構います。千葉の千葉リーヒルズなんて2億3億当たり前で売ってたんですよ。今は1000万ぐらい、それが。でも彼らはそれをちゃんと払ったんですよ、2億3億。そのおかげでですね、失われてしまったんですね、日本の経済は。で、今またそれを繰り返そうとしてるんですね、日本は。高い湾岸のマンションで1億円、2億円で買ってる人いるでしょ、一生懸命ペアローンで。あれ、そのうちで3000万とか4000万になるんですよ、きっと。もうちょっとしたら。それでも彼らは払い続けざるを得ないんですね。まだだから日本は再び失われた時代に入っていくんちゃうかなと思います。で、中国はもっともっと失われた時代ですね。まともに生きや30年ぐらいはかかると思いますよ。いくら中国が何やるにしても早いにしてもですね。まあ30年ぐらい失われるんちゃうかな。10年、20年は確実でしょうね。
まあ、その前にですね、共産王朝自体がですね、ぶっ潰れてですね、なんかぐちゃぐちゃになりそうな気がしますけどね。はい、ということで、このですね、ロイターの読みかけましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。